大田光は、岡山県倉敷市出身のプロ野球選手。宇藤右内、東北楽天ゴールデンイーグルス所属。倉敷市立津良島東小学校2年時に、西の浦少年野球から、軟式野球を始め、小学5年時に保守を始める。倉敷市立津良島中学校では、倉敷ドリームボーイズに所属した。高陵高校進学後、 二年秋から四番キャッチャーに定着し、三年夏は決勝で今春の甲子園に出場した広島新城高校を破り、第九十六回全国高等学校野球選手権大会に出場したが、初戦の三重高校戦で延長11回さよなら負けを喫した。大阪商業大学では一年春から聖保守としてレギュラーを獲得し、一年春は、 打率1割だったが、岡田秋武らをリードし、チーム防御率1.50を記録し、投手陣を盛り立て、関西6大学野球リーグ優勝に貢献。最優秀選手賞を獲得した。第64回、全日本大学野球選手権大会では、打撃でも打率。333で大正大32年ぶりのベスト、8に貢献した。その後も一年秋、三年春秋。 4年春と4度ベストナインを受賞し、8期中6回リーグ優勝に貢献。特に4年の春は打率、522を記録し、首位打者となった。4年秋は、下級生に経験を積ませるために指名打者での出場が多くなった。3学年先輩には吉持、両すぐる、同期には滝の要がいる。2018年10月25日に行われたドラフト会議では、 東北楽天ゴールデンイーグルスから2位指名を受け、11月12日に契約金7000万円、年俸1200万円で契約した。背番号は2。2019年はキャンプを1軍で迎える。開幕は2軍で迎えたが、6月7日に1軍に昇格し、その日の中日ドラゴンズ戦では8回表に代打として初出場した。6月8日の中日戦で7番。 保守として先発出場した。正保守の島本博が故障や不審で一軍を外れる機会が増える中、堀内健吾と保守の枠を争うこととなり、最終的に一軍の試合には55試合に出場した。2020年は島の対談、ポジションを争った堀内が手術による出遅れによって、オープン戦から率先的に起用されるようになり、 二年目ながら開幕スタメンマスクをこることになった。ありがとうございます。